はい、本日は50歳の元トラック運転手が語る若者へのメッセージということで始めていきますけども、おう、みんな元気そっか、山ちゃんや、久しぶりやな、いうことで、今日は私の友人の話なんですけども、初めてトラックの運送屋に面接に行って、思わず暴言を吐いて帰ってきたと。まあまあ、そういう話なんですけどもね。皆さんどうですかね、あのトラックの運送屋って、まあ、最近でこそ、まあ、当然ね、あの2024年問題で、まあ、残業規制とか、まあ、そういう話が出てるように、まあ、トラックの運送屋っていうのは、まあ、残業代を払ってるもんやと思ってはる人が多いんかもわからへんけども、実際のとこまだそんな対応もできてないような運送屋っていうのはあるかと思います。私自身トラックの運転手やってた時に、別にそんな残業代とかってね、気にしたこともないね。あの結局基本給プラスなんか運賃歩合であったり、なんか距離手当であったり、まあまあそういうのがついてっていうのが、まあ20年30年前の運送屋の話やな。まあ十数年前から行ってた運送屋っていうのは、なんかまあ残業手当っていうのが、まあ、みなし残業みたいなもんですけどね。なんか、どういう計算なんかっていうのも私も全然わかりませんけども。まあ、なんか深夜残業とかいろいろついてましたわ。ほんで、本題の私の友人、初めてトラックの運送屋に面接行きました。で、まあ、いろいろ、まあ、あのね、給与体系とか、まあ、仕事の内容とかって、まあ、やっぱり面接で説明してくれはりますわな。そして何を言われたか言うたら、うちはな、運送屋やから残業手当っていうもんはあらへんねんって言われて、それに対してわしの友人が思わず言うてまよって、あのちょっと非常に失礼ですけど、オタクアホですか言うて、なんでかわかるわな。普通の会社員勤めとったら残業つくの当たり前やけど、運送屋やから残業手当はつかへん、残業なんていうもんはありえへんって言われてな。それに対してわしの友人はさっきも言ったみたいに、あんたアホですかとまあそこの中営業所長か社長かなんか知らんけど、まあそいつに言うて、まあそのまま帰ってきよって、まあ当然不採用やわな、そんなもんなまあまあそういう話があったいうだけのことなんやけどやな。まあどうなんやろな、ほんまに2024年問題、まあ、残業規制とかっていうぐらいから、今の運送屋でもほとんどもう残業手当っていうものをつけとるんかね。まあ詳しい人あったら教えてほしいんやけどね。もうわしなんかもう16年前の話やでね、もうトラック降りたんって言うたら、まあその時でも、まあさっきも言ったみたいに、まあみなし残業みたいな感じで、まあ残業手当っていうのはついとったからな。まあ当然ね、あの受け取りでやってある人とかって言うたら、まあ完全不愛とか、まあそういう感じでなっていくは来るとは思うんやけど、普通の会社員としての運転手やと、まあやっぱり基本給プラス運賃不愛だけとかっていうのは、もうそんなもんあれやわな。はっきり言って運転手がもう老期に走ったらもう一貫の終わりいうパターンやからな。まあ今の運送やどないなってのかよくわかりませんけど、もし詳しい人おったら教えてくださいよという。まあそれだけの動画になります。それでは皆さんごきげんようということで、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますということで、まあ、山ちゃんでした。どうも。